はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガ2秘宝伝説続きをやっていきます。このオンボロの町に来て、まあ、アントニーの村って書いてあるけど、オンボロの町の北側に見えます火山ですね。ここができましたので、今回はこちらの攻略をやっていきます。後ろから追っかけられてるけど、で装備品もねちょっと変えました。メカはね素早さ重視にしたので、重視っていうか素早さを上げたので、ライトセーバー買ってね持たせてあります。これで少し先制を取れる確率が増えるかな。オーガとか基本は攻撃は単体だったらミスリルの弓で、グループだったら先行弾、これでいこう。あとキックをなんかね変えたいんだよね。ライトサーベルもミカミックスのものがなくなりそうなんで一つ買い足してあります。なので結構ね金を使った、ライトサーベル2つ使ったからね、巻き爪でいくか。ここ結構道が狭いね。あ、またこういうあれか。あれ？なんだ？こいつさ足が悪いのに火山の中突っ込んでくるのか。あ、チェインしたいんだけどな。よし、アンモナイツアンモナイトじゃなくてなんかかっこよくなってる、アンモナイツ。ここ先行弾、ライトサーベル、ライトサーベル、サンダーでドローいけそうじゃん。何、属性ガードしてきやがった。で残ったやつらを、まあ、1体ずつ処理していくか。で内陣、あ、そっか、サンダー使っちゃうともう一気に殲滅するけど、でもまあ愛人は遅いからね。サンダーの方が早かった。ペット結構強い。あれ、まだいたか。上がらない。骸骨戦士の肉はいらない。今ペットかなり使いやすいからこのままでいきましょう。で罠解除を、危ねえ、しといてよかった。トラップ解除はふざけんな完全トラップだなこれ。温泉がある。こうやって体力の全回復だよね。ちょっと待ってね、1体は望むところではない。ここいっぱいいる。ほい、よし、上まで来た。って言っても上がらないと意味がないからね。トリケラトプス、オーガ、トリケラトプス。あれ、暗闇ってずっと残るんだっけ。これオーガ、こいつ危険そうだな。シュピーゲル、サンダーでちょっと一掃しよう。 OK で雷神で倒せるでしょ。でこっちも倒せるでしょ。いや200も食らうんだ、これ2発食ったら死ぬぞ。ただまた1体ずつライトサーベル、ケアルかけとくか。で地獄のハサミでいいか。1体を確実に処理する。3本の角でも結構食らうな。ライトサーベル、地獄のハサミやっぱ強い。最大ヒットポイントだけ、まあ、ヒットポイント割と上がるからね。やっぱり能力が上がってほしいんだよな。ハイポーション持ってきたっけ。持ってきてね。あのケアルだとね回復量が少ないんだよね、ガラクタで。星屑の杖だっけ、状態異常回復。
先行こう。ここは狭いとか思ったけど、いちいちさこいつ氷河の上元気に走ってんな。具体的に足の何が悪いのか教えてほしいんだけど。骨折とかしてるわけじゃなさそうだしね。100くらい。ペットもちょっと防御力、やっぱりガラクタは防御力が高いね。麻痺爪はちょっと攻撃力が低いけど、まあ何もすることがないときはそれでいいでしょう。ん、どこだ、どこはどうなってんだ。俺から降りて、ハックポイントがあるからハックポイント行きたい。エナジーポイントもあるよね。エナジーポイントってさ、ちょっとやってないけど、どうだっけ？エナジー、ここじゃないの？上？いや、わからん。発掘にしとこう。あれ発掘してトラップ解除は戻しとかないとね、忘れちゃうんだよね。俺たちと同じ速度でついてきてるからな。やつの足が悪いっていうのはダミーなんじゃないだろうか。宝箱、投げ銭、これ弱くなかったっけ。ちょっと来てんな。アビリティはトラップ解消。発掘はもう見えるからね、発掘するときだけ変えれば音足りるんで。階段もさ普通に登ってきてるよな。ここかけとくチェーンを。あ、コモドドラゴンも若干めんどくさそうだな。最近一ターンで倒せねえかんな。チャンサーセル、毒の花、サンダーちょっとこっちにかけとこう。こっちもサンダーかけとこう。あ、先行弾で倒せるか。ケラトプスマジで攻撃力高え。若干ガラクタがやばい。ライトサーベルあと1本しかない。麻痺爪、麻痺した。麻痺してないやつを攻撃してほしいんだけど。あとはサンダーです。麻痺爪でいっか。立って寝てるかな、こいつ。何倒せね。ここら辺から結構敵が一気に強くなった感がある。ヒットポイントはさどんどん上がってくんだけど。トリケラトプスの肉がいいや。脳筋になれそうな気がするけど、ちょっとハイポーション何個か常備しておくべきだな。ガラクタ3回かかるよ完全回復するのに。もうケアルとか使い果たすし、これでケアルでさ魔力上がってほしいんだけど。で宝箱があって、秘宝かな。トラップ、うわある、トラップだらけやな。これはサンゴの剣。サンゴの剣ってどんな感じだっけ。攻撃力13、強い。13は強い。普通にヴィーナス戦で使おう。
加速装置買ってないけど大丈夫かな。さてこの宝箱も大丈夫。いってー、来た、敵が襲ってきた。魔術師超めんどくさそう。傭兵、雷神の剣でちょっと確実に倒しとこう。サンダー、麻痺爪、骸骨は麻痺しないのか。いってー、シュルシュラ投げてきた。死の一撃、でライトサーベルなくなるから補充しないと。ポーション、回復力がしょぼい。マシンガン使おう。力、オッケーオッケー。やっぱ人間が上がるね、本当に上がる。ステータスの伸びがいい。お、魔力のもとだ、やった。だからもう金に物を言わせてさ、人間でどんどん能力を上げて、魔法系はなんとかの書でいいような気がしてきた。そっちの方が多分効率がいい。で火山6階、ここは宝箱があったり発掘があったり、これ大丈夫か。魔術の杖、あれ魔術の杖ってなんだっけ。ちょっと発掘ポイントがあるんで、これはアビリティを変えて発掘をする。ちょっと待って、こいつは邪魔だ。サイドワインだ、また魔術師がいるわ。あれ装備させるの忘れた。ライトサーベル、当分忘れそうだな。締めもとき、強い。ペットのサンダーマジで強い。愛人の魔力が上がってこないとな。ちょっと最大ヒットポイントか。どうだ、おお、いいね、魔力のもと。で、ここはこのまま突っ切って、これいちいちさ、めんどくさいんだけど。あいつは全部戦闘回避してるんだな。こんなところで戦闘したら、確実に死ぬからね。で、また発掘。で、宝箱、そろそろ秘宝かな。茨の王冠、これは兜っていうよりはあげるやつかな。あ、そうだよね。でしかももうあれなんだけど、枠がねえんだけど、あ、枠がないからイカミックスにライトサーベルを装備させる。サイコソードはね、ちょっとミカミックスの魔力上げ用に一応取っておいてあるんだよね。あとでまとめてあげようかな。これ上から行くか下から行くか、端から行こう、狭いけど落ちたら死ぬ。オーガが大量にいる。こっちの方がサンダーで一掃しよう。キック、オーガがキックしてくるのか。いや、減り始めた。そろそろちょっと次の町とかってどんなんだっけ。装備がきつい気がする。麻痺、素早さ、よし。てか愛人が上がってほしい、本当に。てかまあ1体でも上がるときは上がるよね。炎の盾、防御とかさ、素の防御全然上がんなそう。ここ全部気泡だよね。もうトラップ解除しない。
小人の宝玉ミニマップ機能が追加。何が追加されたんだ。これ秘宝見ればいいのか。小人の宝玉みたいなやつだったよね。これか。宝の前で封じられた小人の声が聞こえる。マガタマ？何これ。意味不明すぎる。説明が意味不明すぎる。毒、炎、力で、イベント。見逃してください。力のマギが1個盗まれたぞ。1個っていうところが良心的だよね。力のマギ全部盗まれたらさ、主人公の力めちゃくちゃ下がるからね。じゃあパクられたんで、このままヴィーナスのところへ行きますか。ではヴィーナスの大都会戻ってきました。ヴィーナス様の立ち会いにより宮殿で間もなく結婚式が始まる。結婚式場は宮殿の西側にあるということで、行ってみましょう。ヴィーナスどうかな、倒せっかな。広間のこっち側、結婚式場のさ、結婚式台って誰が出してるの。これヴィーナスが出してくれてんのかな。私はヴィーナス様に仕えているもの。あ、そう、ここの宮殿でやるってなるとそれなりに金かかりそうだよね。これからオリビアとユリウスの結婚式で出席していきなさい。素早さが足りないとね、攻撃が当たんないんだよね。オリビア、何時はこの男ユリウスを夫とし、生涯愛をすることを誓いますか。愛することか。誓いますね。オリビア、いやマジでさ、どこが足悪いのこいつ。この秘宝の力でお前を倒してやる。まだ秘宝があったとは。しかしお前のような虫けらがナイフ一つで何ができる。ザコが、この人を許してやってください。私はユリウスと結婚します。どうかお許しを。この男を助けろと。今はっきり分かったの。前々から分かってたんじゃないの。アントニー結構元気だよね。一応額に傷がついてる風になってる。大した別に傷じゃないと思うけど。美を破壊するとは私に対する裏切りです。ペットちょっと説得力がない。そこまでだヴィーナスさんよ、やりすぎだ。いや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 。あれ目かピー。今のあんたが一番ピリクイぜってお前が言うな。なぜペットが出しゃばってんだ、超謎。さてヴィーナス戦、ここは炸裂弾、どうだ、成功弾、ライジング剣、一応一回ライトサービル使っとこう。地獄のハサミがね、当たるかどうか。テンプテーションマジか、そんなの使ってくんの。137304、素早さダウン、お、いいね、当たった。39、ちょっと待って、まさかの混乱は予想外。サンダーとか効くんだっけ。ボスって結構魔法効かなかった気がするんだよな。あれ地獄のハサミ結構あれだな、幅があるな。でもよし、テンプテーションはなんとか。80、あ、何も攻撃してこなかったな、助かる。いやそうだよね、属性ガードだよね。
ブリザードも絶対無理だわ。これも地獄のハサミに頼るしかない。クイーンカッターえって300とか回復しよう。ただ地獄のハサミが当たるから、まあまあまあ、特性ガード、ミカミックスが動けないのがマジで痛い。時計ある、クイーンカッター痛い。あ、なんだマヒター、あ、スタンか。そんな効果まであんのかよ。で、一回じゃ回復しない、やっぱり。違う。先行弾とか強えわ。普通に考えて。139。いや、もういいよ。テンプテーション。混乱しまくってな。ただ混乱味方に今のところ攻撃しないっていうのがいい。スタン効くんだ。先行できないから、スタン取っても意味ないよね。あれこれ、次のターンも続くの？そしたら超いいんだけど。次のターンまで続く。いけ、スタン、よしよしよし、これははめた。しかも素早さめちゃ下げてるから、これは必勝パターンに入ったぞ。感知覚ケアルはいいや。もうライトサーベルでちょっとでも攻撃しよう。ミス、当たらんか。スタン、素早さダウン、いいね。素早さを下げつつスタンを取れるから永遠にこいつに攻撃が回ってこない。あ、痛い、やめてくれ。いきなり攻撃してきた。お、すげえいいわ。で、素早さも下がるからちょっと攻撃力が当たりやすくはなる。もうケアでガラクタをちょっとでも回復させよう。いけ、出た、イージスの盾、これはマジか。全ガードされるわ。あれ、当たったイージスの盾に閃光弾が通る。なんていうの、閃光弾じゃないよね、殺光弾っていうの。てかミカミックスマジ超今回使い物にならなすぎるんだけど。いや、属性ガードされたか。イージスの盾使ってきたからか。もうマジか、愛人が早っなぜ俺は回復しないんだ。ヴィーナスに完全に虜になってんな。カスすぎる。でも素早さ下げまくってるから攻撃一番最後だしね。クイーンカッター、これは強い。おお、ミスった。あ、素早さ下げてるからか、多分。長期戦にはなりそうだけど負ける気はしない。てかさ、攻撃手段がなくなったらどうすんのこれ。いや、でもね、もう俺が回復したから痛い。スタンか、決める。大事の剣、おら300、いいね、かなりのダメージソースになる。で、やばいです、死ぬかもしれん。即死とかマジか。あとはもう攻撃回数との勝負だな。よし、倒した。最大ヒットポイントだけ。愛人が死んじゃってるからな、何にも分かんねえわ。おのれ、私の美は永遠よ、さよなら。イージスの盾、魔力、防御、氷、永遠稲妻、毒。片付いたな、あの二人は。てか、なんでお前マジで、なんでこれ、どういうさ選定なの。アントニー、オリビア、こいつのが強そうなんだけど、見た目だけだな。ユリウス、お前すまない、アントニー、許してくれ。分かってるよ、ヴィーナスの命令だ、仕方ないさ。アントニー、ありがとう。オリビア、ごめん、いいのよ。でもその額の傷は大丈夫、これは今日という日の記念よ。この傷を見るたびきっとこの日を思い出すの。てかさ、毎日鏡見るだろ。私の一番大切なものを教えてくれた日。このイベントがなければさ、オリビアって何、アントニーのこと愛してたとかっていう気持ちなかったの。それよりユリウス、あなたのことをいつも見つめていた女の子がいたのよ。お、誰だよそれは。ユリウスはモテるからな。あ、モテるんだ。
こいつ強そうではある。これをお返しします。え、それだけ？どうもありがとう。この町さ、統治者がいなくなったけど大丈夫なの？いいな、ああいうの。さあ次へ行こう。治安悪くなりそう。だってさ、この宮殿じゃ誰の所有物になるの？あれ、使用人いた。私はヴィーナス様に仕えているものです。残念ながらお前の給料はもう出ないぞ。どっか新しい転職活動をしないと。この先あいつはやっていけない。まあそんなわけで、じゃあ自分は次の世界へ行きましょう。というわけで天の柱、どっちから来たっけ。毎回ここ戻ってくるたびに忘れんだけど。そっか、これで扉を開いていけばいいんだ。で、今こっから出てきたんでしょ。だから上、で、またあって。レースか。レースの街か。というところで、じゃあ、新しい世界に来ましたので、今回はここで終了して、次回はレースやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。